こんにちは、みくです、フレンチブルドッグココ店が終了して2日経ちました、最終日が日曜日で、月曜日パパは普通にお仕事だったんですけれども、今日火曜日たまたまお休みだったので、ちょっと今カメラを回しております。たくさんの差し入れをいただいております。この場を借りして本当に感謝を申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでですね、こんなものをいただきましたってね、お礼も兼ねてちょっと動画を撮りたいなと思っています。はい、まず、こちらですね、机に飾らせていただいているのは可愛い綺麗なお花たちです。本当にたくさんねお花もいただいてるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当こちらの綺麗なお花をめでながら食べるご飯は最高に美味しいですね。本当にありがとうございます。なかなか買わないから。そうね、そうね。で、お花ね、こちらだけじゃないんですよ。あちらにもございます。よいしょ。はい、ここちゃん重たいね。はい、よいしょ。こちら、ちょっとね、さすがに1週間経った今ちょっと枯れそうなんですけれども、名古屋から初日ね送ってくださいました。ありがとうございます。そしてこちらもね、福岡から送ってくださっています。こちらはね、ドッグハウスブギさんって言って、ココちゃんの生まれた場所ですね、ブリーダーさんからいただいています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。こうやってね、下にこれは置いてるので、ココちゃんよく見え、舐めない舐めないよくね、反応してるよ。もう反応してはい、堪能させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてね、お花だけじゃありません。こちら今ちょっとざっと並べさせていただきました。すごいことになってる。もう すごいことになってる。本当、昨日個展終わって次の日は私一日この分別作業とかさせてもらってたんですけど、ココちゃんへのおもちゃとかおやつとか、そしてね、結構多かったのが我々人間に。ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。主におやつなんですけど、その他もね、いろいろといただいています。ちょっとね、ざざっとご紹介していこうかなと思います。ちょっとね、ココちゃんが反応したので、こちらでご紹介させていただきます。この間ね、たくさんのおもちゃおやついただいています。あ、ちょっとこれ何かわからへんよね。これね、おやつが入っておりました。はい、こんな感じですね。おもちゃが 1,2,3,4,5。 これはね、このお花くださった方が、くれたんですよね。本当、なんかいろいろなものを一緒にくださった方がいらっしゃって、これもそうですね。これはね、犬バカ屋さんで販売してたものなんですけれども、ココちゃんによかったらあげてって買ってくださったんですよ。ありがとうございます。本当にそういう方がたくさんいらっしゃいますんですけど、しばらくちょっとココちゃんね、おもちゃおやつには困らないんじゃないかなと思います。もう買わんでいいよしばらく本当買わんでいいね。でね、すぐにあげてすぐに動画に撮りたい気持ちは山々なんですけれども、全部いっぺんにあげてしまうとですね、おやつなんかは特に賞味期限のあれが問題があるので、ちょっとゆっくり一つずつね、結構あると思うんですよ、賞味期限ってね。これ9月30日までやろ。これは2020年までね。だからちょっと賞味期限順にちょっとココちゃんにゆっくり何ヶ月かかけてあげて、で動画に撮っていきたいなと思っております。で、おもちゃ、おやつじゃない、おもちゃ、このおもちゃもね、ゆっくり一つずつね、ココちゃんに堪能してもらいたいなと思っていますので、一つずつあげてしっかり動画撮らせていただきます。はい、というわけでココちゃんに代わって熱くお礼申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったですね。はい、というわけでこちらがココちゃんにいただいた、おやつおもちゃでした。はい、そしてこちら、私たち飼い主にと皆さんくださったものでございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、生ものとか、賞味期限がすごい早かったものに関してはもうすでにお腹の中に入ってしまって、ね、なのでここにね、ちょっと並べることができなかったんですけど、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、そして、まだ胃袋に入っていない組がこちらになりますね。はい、ちょっとざざっと一つ一つ説明していこうかなと思います。胃袋ちゃうね。そうそうそう、ね、ご飯系だけじゃなくてですね、こういった、かわいい置物とかもね、たくさんいただいてます。これココちゃんそっくりなんですけれども、これね、同じ方が3匹連れてきたわけじゃないんですね。これは、お一人の方が連れてきてくださったココちゃんの手下になります。そしてその後ですね、なんと仲間が入りました。仲間入りした子もおります。ありがとうございます。そしてね、これ手作りなんですって。手作りのすごいね。うん、なんていうの、巾着、巾着かな。これ裏地までしっかりついております。すごい嬉しかった。ありがとうございます。うん、そしてね、
おやつ類がすごい多いんですよ。これこれこれたくさん、あのね、ちょっとこれ箱類はね賞味期限中に並べたんですけど、これ本当にたくさんいただいておりますよ。ありがとうございます。あのルイボスティーとかもねもらってるんです。あの賞味期限早い順からあのゆっくりゆっくりいただこうと思っております。こっちもね、そうやね、そうやね。これもね、あの犬友さんのお友達のね、あのどんちゃんがくださったりとか、どんちゃん、そう、あのそう梅の実さんもねくださったり、あ、これこれね、あのさっきのあのココちゃんにあのあげてねって犬バカ屋さんのあの、あ、うん、ね、グッズを買ってくださった方、私たち人間にもマヌカハニー買ってくださいました。ありがとうございます。でこれな、あのライブで見たらめっちゃミクさん疲れてると思って言ってこの条件アイマスク本当にありがとうございます。疲れた、めっちゃ疲れてた、もう大事に取っております。そしてね、たくさんのおやついただいてますね。これも賞味期限早いから、ゆうべパパがね飲みながら食べちゃったんですけど、たくさんたくさん沖縄の、沖縄な、それも食べた、うん、そうそうそう、美味しそうなのたくさんいただいております。ありがとうございます。これもね、 おやつもうおつまみしばらく買わなくていいと思いますね、こんだけあったら。ビールにな。でこれも、ね、あの動画見て、エビせんべいの里でしょ。そうそうそう、こちらね、あのエビせんべいの里にあのココちゃんと行った時にですね、これ美味しかったわって動画で言ったら、それと同じものを買ってきてくださいました。食べたかった、ありがとうございます。ほんでもういっぱいやね、いっぱいおつまみがあるんですよ。おつまみ天国ですわ。カメラ用品もねあ、そうやね、これね、あの梅の実さんが、小梅さんとこのね、菅さんが、くださいました。なんと GoPro のねGoPro に使えるあのええやつですよ。三脚とか風よけとか、そうそう、ほんまにありがとうございます。まだねちゃんと開けてへんねんけど、あのしっかりあの使わせていただきます。ありがとうございます。こちらですね、あの焼き芋なんですね。この倍の量いただきました。茨城からねわざわざ重たいのに運んできてくれはって、これね、あの半分は、個展の最中に私朝ごはんとして毎日いただいておりました。あの美味しかった。あのこれね、冷凍も効くということでね、ちょっと冷凍しながらゆっくりいただこうと思っております。ありがとうございます。美味しかったです。そしてあのシューマイとかねいただいてるんですよ。これ今度あのゴマさんムーさんがうちに、飲みにいらっしゃいます。打ち上げをする予定なんですけど、その時お出ししたいなと思っています。ありがとうございます。そしておつまみ類もたくさんありますよ。これちょっとよかったらゴマさんたちとおつまんでくださいってね、つまみます、もうつまませていただきますよ本当に。 おつまみチーズね、でこれね、あのスルメとかもね、あのゴマさんたちと半分こうっていただいたんですけど、ちょっとゴマさんたちとうちで食べたいなってなって預かっております。もうたくさんたくさんありがとうございます。もうおつまみめっちゃ、ちょもうちょ待って、酒とばとかちょっともうすごいから、すごいからつまみが。こちらね、お疲れ様、疲れたら飲んでねとね、犬友達の ルナちゃん、ゴールデンレトリバーの、ルナちゃんの、飼い主様がくださいました。ありがとうございます。え、箱でね10本入りかなんかでな。ありがとうございます。めっちゃ飲んだ。そして飲み物といえばですね、あのお水とかお茶はねもうすでにいただいちゃったんですけれども、酒類がすごいことになっております。はい、こちらあのヨシキさんの、ワインでございます。すごいことですよ。私こんなワイン出されてると思ってなくてですね、あのワインお好きかなということでいただいております。ありがとうございます。でこれね置いてたらね、あ、ヨシキやっていう方何人かいらっしゃいました。はい、ヨシキでございます。これもね飲み会で開けたいなと思っております。こちらはねビールでございます。あの非熱処理されたビールですね。3本ありがとうございます。はい、いいね、いいですね、ビール。ムーさんも好きやから。ムーさんもね好きよね。これも飲み会でいただきます。はい、そしてこちらもねたっぷり入っていますよ。あの女子会とかにも向いてると思うということで、おお、重たいです、かなり重たい。たっぷり入ったお酒いただいております。これはねスパークリングワインでございます。もうごまさんも喜んでね、私も飲んでいいのって言って当たり前だよということなんですけど、これもいただきます。そしてこちらはねなんと牡蠣のアヒージョまでつけてくださいました。シードル、ありがとうございます。アップルでリンゴ酒ですね。いかついのもいただいております。これね、あの祖母にあの卒業くださった方、同じ方ですね。これすごいよ、もうなんかボス級の超濃そうなすごい濃いと思うよ。お酒に疎いんですよね。そう、お酒大好きなんですけど、別に詳しいわけじゃなくてですね、絶対これ濃いやつだよ。30度とか、バーボン、バーボン来た。
バーボンウイスキーで。バーボンウイスキー。あ、いい色してるわ。いい色してます。ありがとうございます。という、全部しっかり、いただこうと思っております。あ、もちろんおやつもだけど、お酒もね。はい、ということで、こちらお酒のラインナップでございました。あ、そちら。こちらね、ココちゃんに似てると思って、と多分私猫じゃないかなと思うんですけれども、でも似てるよ、似てる似てる、お腹のね、これエプロンついて、はい、これはなんとパパにといただいております。あ、そうやね、これゴルフ用品らしいですよ。え、あー、多分ボールがどっかに入るんやと思うな。まあ、でも可愛らしいタイプですね。可愛らしいね。ということで、しっかり、パパに使ってもらおうと思います。ありがとうございます。そしてですね、ちょっと気になるものもいただいております。こちらちょっと気になる、差し入れなんですけれども、こちらね、このお花くださったオッカーのエメロンさんが、一緒にね、お花と一緒にくださったものなんですね。ココへの おもちゃもいただいてます。で、ね、これね、ディオールって書いてんねん。ディオール、私ですね、もうここ何年もブランド物を買ったこと もらったこともありませんので、と思ってね、これディオールだよね。いや、俺も全然知らない。というわけで、ちょっと読ませていただきます。ミクさんへ、グロスよかったらどうぞ。カプサイシン過去唐辛子種成分、唐辛子種成分が入っていて、少しピリピリするそうですよ、ということなので、ちょっと見たいと。次回フレンチブルドッグ5チャンネル、みんな差し入れ本当にありがとう。グロスを塗る前にまずそのボサボサヘアをなんとかしろ。しない。もらった宝くじで10万当選、ファンレターにまさかの涙の3本をお送りします。美容系 YouTuber になってみたかった。